今回は漫画の荒谷矛盾ってそんなに気になる？に対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。個人的に作品見ててそういう点が散見されても、まあ創作物だからそんなところも出てくるよねってなるだけで、はい、こことここが矛盾してるからこの作品クソみたいには思わないんだけど。下は矛盾以前に未来の倫理観が終わりすぎてて笑うんだよね。F 先生、ワールドの未来人はタイムパトロールからしてこんな倫理観だし。未来の価値観がこれなのはまだ良い。一番怖いのはリームだよ。お前、2016年の人だろ。心に腕を買うのだ。まあ、長期連載につきものと言っても差し支えないからね。作品によるドラえもんとかならあんま気にならないけど、能力リズムでやる感じだったり駆け引きとかを主題に置いてる作品は気になる。その展開を使えばもっと熱いシーンが見られたみたいな時は気になるわ。作風次第よ。極論ミステリだと命取りになる。さすがに推理ものとかで、ね、アリバイがあったはずいつの間にかないことになってたとかなったら、なんだそりゃとはなるでしょう。推理ものとかのような読み込むことに意味のあるタイプの作品だと矛盾が気になる。矛盾してるからクソとは思わないけど、キャラや世界観の根幹に矛盾があると入り込めないなと思う。大事な部分じゃないなら脳内で補正する。まあ根幹を揺るがすようなあらじゃなきゃ気にしてもしゃあないとは思ってるよ。さすがにあまりにも多いとあれだけど。そんな矛盾の程度や場所による根幹部分で矛盾してて破綻してたら、そらおかしいだろってなる。面白い時は気にならない。理由がなんであれ、つまらないと感じると気になるようになる。これなんだよな。面白かったら多少のあらなんてどうでもええやん。面白くねえから最低限ストーリーや設定の整合性ぐらい体裁整えろって言ってるんだよ。例えばドラゴンボールの設定に矛盾があっても本質の面白さには影響しないけど、コナンのアリバイトリックに矛盾があったらシナリオそのものが成り立たなくなるから気になる。ガチガチのタイムトリック使った事件とかならするけど、それ以外は別に。金田一は全員にアリバイ成立したせいで単行本で修正したことあるしな。こういうのは致命的な矛盾だからダメ。ドラえもんのやつも下の時系列で流行って問題になったから規制されたって考えればそこまでおかしくないような気も。東子先生の別作品では歴史の流れに影響を与えない個体は捕獲してもいい的な解釈で描かれたりしている。ドラえもんで時系列とか言い出すと芋づる式に矛盾が出てきちゃうから。あとドラえもんは最終回いくつかあるからパラレルワールドって考えたらそんなおかしくない。 DP ボミャね。弟いたキャラが急に一人っ子になったらビビるじゃん。矛盾というか盛りすぎたせいでこれどういう説明するんだってのが後々になるやつはあるよね。今だと安否のシャンクスの片腕ちぎった主。戦闘中一瞬の隙で頭にダリン刺さった人がいたり、海賊王も普通に刃物で処刑されてたり、別に強者でも例外こそあれど常時固いって世界観じゃないので。こればかりは作風次第よね。勢いがすごかったり重要じゃない部分なら気にならない。土台とかメインの部分とかみたいな大きい場所にあるとさすがに切る。外までは言わないが普通に気になるが、創作だから仕方ないで完全スルーできるって方が不思議。一個や二個くらいならともかく、積み重なると今度はこの作者は整合性とか気にしないたちなのかって思うだろうな。これはこういうもんなんだで作中理論で押し切るのはそういうもんだになるけど、変に賢く見せようとして現実の理論やら科学やら数値持ち出してそれが間違ってるとなんか冷める。基本的に本筋に関わらないのは気にしないようにしてるけど、シリアスな作風で死者とか出たり取り返しのつかない過ちみたいなのに関して設定とか描写の矛盾や荒が目立ちすぎるとさすがに萎える。そういうのを気にする漫画と気にしなくていい漫画の差だね。熱暴走って知ってるか？目星はネットで言われてるほどゆるゆるのガバガバじゃないから、ちょっとしたガバだから。目星に限らずとあるの科学はいろいろ突っ込みどころあるからな。まあ科学って呼ばれる魔術みたいなもんだから現実らしい理論ではないんだけど。まあ矛盾というか作者も書いたの忘れてたんだろうなっていうのとだとこれとかね。他の SF 作品見るに
ドラえもんは確実に面白さ、整合性で描いてるし、忘れてもいたんだろうけど、そもそも過去の発言自体気にしてないというか。仮に覚えてたとしても、まあ映画で同じ話書いたよな、藤子先生。のび太に言われて気になったからカタログ見てみたらあったんでしょ。適当。シリアスな作品やリアリティ重視の作品でやられると一気に萎えるかな。ぶっちゃけそんなに気にならない。気にしてる人たちは賢いなと思う。ドラえもんに関しては、そもそもの最初の目的が過去改変なのに何言ってんだってツッコミがずっとつきまとうからな。バカだから面白かったが何でもいいやで済ませちゃうな。そもそもムギュンすら気づかないことばかり。泳げない設定のキャラが幕開話の背景でいきなり泳ぎ出してのサキくんが謝罪するみたいな回あったよね。野崎くんはもっとキャラに愛着持って。まあ、人が書いてるものだしそういうこともあるよなくらいのことが多いな。本筋がブレッブレなのにそれだけ矛盾があったら何がしたいのとはなるかも。わかる。作中で描いてるものが大きく変わってないならそんなに気にする必要ないなって思う。どんな作品にもあらはあるし、あらをなくそうとすると大抵冗長になって面白くなくなる。なのでユーザーが気にならないギリギリを狙うべきなのだが、もちろんユーザー個人でギリギリのラインは異なるので、どんな作品においてもその手の不満は上がる。その作品が面白いかつまらないかの自分の好感度とあらや矛盾の多さで引っかかってもスルーできるかどうか変わる。ギャグ多めの作品なら気にしない。筋肉マンで死んだ奴が背景にいるくらいなら気にしないけど、ミステリー小説で死んだ奴が背景にいたら大問題みたいなもんで、どの媒体や作風かにもよる。死んだ奴がいるくらい序の口だからな。例えばワンピースとかの、そんなキリンはいねえとか、ブラキオサウルスはこういう生き物だはされても現実との矛盾は気にならないけど、世界設定やキャラの根幹設定との矛盾が気になると、あれ？ってなる。その矛盾を指摘すると無理やり解決してくるけど。10年前って言ってたのが後々9年前じゃないと辻褄が合わなくなる程度みたいなのならまあ別に気にならないけど、5人家族って言ってたのに4人家族になってたりレベルだとさすがに気になる。それこそネタにすることはあるけど、本気でクソって思ったことはないかもしれない。まあそれこそ作品によってはワンピで例えたが、悪魔の実の能力者が水面バトル始め出したみたいなレベルで矛盾が飛び出すこともあるからな。能力者は水に沈むはずなのにミスターさんが浮いてたのを SBS で突っ込まれたりしてるし、ワンピは割とガバが多い。ただ、本当だ間違ってるごめんね。って言ってくれるし、それを後々設定として拾ったりするからそこまで疲れないのかなと思った。矛盾やあらがあるからクソとはならんけど、矛盾やあらがあるからここは微妙とはなる。物語の根幹に関わる矛盾や空と作者ちゃんと考えてくれとなる。長期連載ものなら多少は見逃せるけど単発はな。1000万部売れてるレベルの漫画でも、過去回想で死んでたキャラがなぜか現代にも登場して現代でもう一回死ぬ漫画だってある。あまり気にしすぎない方がいい。長期連載でも一つの編の中での矛盾は結構言われやすいイメージ。セペリの子供はいない。セペリの子孫。とかまあミスはあるよなってなる。全ての作品が気になるとまではならないけど、現実の科学を参考にしてる作品で反応式が間違ってるわ、そのやり方では反応が起こらないとかあったら気になる。設定気にしすぎてつまらなくなるよりは、多少無視して良いんじゃないのと思う時はある。細かい指摘してるやつの言い分通りの作品作ったら絶対クソになるからな。細かいあらなら勢いか面白さあれば踏み倒せるよ。ないと気になるけど。それを言うなら世にはまたあるクロロホルムで気絶させるシーンがある作品全部アウトになっちゃうしな。クビトンも。ミステリは気になるわ。作品をリアリティあると押し出してると細かいところは気なる。でもまあさ、細かいとこ突っ込むと逆に楽しめなくなるってのもあるし、ほどほどにしとくのが吉よ。水だって人間が作るもんだからしゃあないしな。サムネみたいな矛盾はパラレルワールドの可能性もあるんじゃないかと思うようにしている。能力バトルなんかで矛盾があるとご都合扱いはされそう。能力バトルはかっちりした理論派能力バトルならそうだけど、俺のグーはお前のパーより強いからみたいな理論が通じるなら気合でなんとでもなる。
あらや矛盾がないってのは料理に例えるならちゃんと分量や火加減、時間を測ってるみたいなことで、失敗を減らすことや計量が重要なジャンルという面なら非常に重要だけど、計量しなくてもなんとかなる場面も存在する。ぶっちゃけ口に入れてわかる人なんてそんなにいないものだしね。今細かく疲れるようになったのも正直いろんな人が見つけた矛盾やらなんやらを共有できるようになってしまったからで、大半の人はそんなに気にしてないんじゃないかなとは思う。料理に例えるなら飾り切りの人参の花びらが欠けてるとか、ネギの切り方が雑とかじゃね。うまければまあ問題にはされないが、まずければこういうところをちゃんとできないからまずいんじゃねえのって話になる。面白ければ気にならない。つまらないと一気に気になる。下級階層の時系列整理したらこのキャラだけ留年してることになるな、そういう設定はない、みたいなのはそれだけでダメとは思わないけど、あんまり設定管理できてないんだなと思って読む真剣度が下がることはある。言われてみりゃ気にしたことねえな、ここであーだこうだ言われてるのを目にして、あ、そうなんだ、敵がつく程度の扱いだし、面白けりゃゲラゲラ笑いながら流して、つまんなけりゃもうええわで流すかな。まあこれも結局ラインだよな。金田一少年の利権簿で犯人がこれで神父のふりして脱出とかやってたらお祭り騒ぎだろうし。まあ筋肉マンだと疑問は薄いけど、金田一と過去なんでこれやったら違和感すごいだろうな。金田一は熱心なファンが引っかかるのはあるで、何回かレター紙のつかない外国人だと思う。荒くても全然 OK なジャンルはある。それこそ上の筋肉マンとか勢いと熱さで何もかもなぎ倒してるし、ボーボボとかも大体何やりだしても許されるし、ただ勢いあるなら荒い部分も爆速で流れていくけど、ゆっくりした物語なら目につくんや。リアルにない力がある時点でどうでもよくなるかな。バキのインタビューシーンで死人が当時を語るなんてことやってたし、世界観的な部分で少し矛盾を出しつつ後でそれをフォローする設定が出てくるとおーってなる。いかにもガバガバなノリの作品なら別にいい。ミステリー的な楽しみもできます。読者の皆さんも考察してくださいって。作品で平気で矛盾してるときつい。ドラえもんはもともと複数の学年誌に並行連載されてて、世界観がちょっとずつ違う。低学年向けほど話がシンプルで優しい世界になってる。だけど、単行本だとひとまとめになってるのがややこしいんだよな。一話一話がパラレルワールドくらいに思った方がいい。作品のジャンルと作風によるよな。ギャグ漫画なら多少の矛盾は勢いで押し切れるけど、シリアスな作品やミステリだと荒が目立つと冷めるわ。でもまあ最終的には面白ければいいんだよな。